はい、皆さんどうもこんばんは。ご無沙汰しておりました。TD100 シリーズでですね、まあ、やっと、こちら到着したというところなんですけども、ついに12弦ギター、TD100 でお作りになられた方が出ました。実はこちら、6弦と、こちら12弦ですね。どちらも背面にはココボロを使ったオール単板モデル、の6弦ギターと12弦。こちらオーナーさん、同じ方です。一世の瀬で6弦と12弦の方をご注文いただきました。でね、今までにもこの12弦ギターを、オーダーいただいてた方ね、6弦も持ってるんだけども、12弦もっていう方いらっしゃったんだけども、同時に到着するっていうことがなかったんですよ。でね、一緒にご紹介できるチャンスがなくって、で、今回、こちら、埼玉県の T さん、こちらのギターが6弦と12弦、一世のせいで届きましたんで、こちらを同時に紹介したいと思います。まあ、逆にこの動画ね、まあ、オーナーさん向けみたいな形になるかもしれないですけども、いつものやり方で、こう、音の方をね、皆さんの方に、聞いていただこうと思いますんで、お願いいたします。じゃあ、まずこちら、定番の TD100 の、ココボロのオールタン版、トップがイングルマンスプルース、こういう形になります。じゃあ、これでいつもの定番でいきますね。サスのかかりがすごくいい。いつまでも伸びてるそんな感じですよね。じゃあ定番のコードでいきます。ミスっても何でも、もう一発撮りでいきますから、すべて。じゃあ、本番を続けていきます。では、全く同じ素材の12弦ですね。こちらの方でいってみます。ココボロの12弦を鳴らすのは今回これが初めてになりますかね。じゃあ、ちょっとこちらでいってみます。これもサスのかかりいいですよね。すごくいい。じゃあ定番でいきますね。ピッキングの方がいいかな。で、12弦鳴らすときにね、まあ、いつもこれ私のやってるやり方なんだけども、主弦と副弦をドンピシャリにチューニング合わせるんじゃなくて、微妙にね、周波数ずらしてあげる。ピッチずらしてあげる。そうすると、コーラスのかかったような、ふわーんっていうこう広がり出すんですね。今これ1弦で、ちょっと、合わせますよ。これ今2本とも全く同じピッチで合わせた状態、6弦ギター鳴ってるような音になりますよね。じゃあ微妙にずらします。この音、よくやってるのが私 0.5 とか場合によっては 0.3 ぐらいとかね、そのぐらいちょっと、ピッチをずらして
鳴らしてるっていう。そうするとこう綺麗なこう広がりがかかるっていう形になりますんでね。まあ皆さんいろいろやってみてください。はい、じゃあこちらと、あと、もう一つね、届いたので、こちらがあります。これも一応ご紹介だけしておきます。ちょっとね、まだセッティングが途中なもんですから、あれなんだけども、ピックガードは後でまたこれね、装着して、大根さんの方をお届けしますけども、こちらのギター、ヘッド、見覚えありますよね。私のテーの13シリーズで使われているこちらの桜のマーク、これを入れてあります。で、いつもこのド派手なのに見慣れちゃってると、なんかすごくこう新鮮に見えるんですよね。こちらのシリーズ。それと、指板の方はもう定番中の定番ヘキサゴンですね。これを施したコゴボロのオールタンバンモデル。という形になります。一応ちょっと音の方も、鳴らしておきます。ちょっとピックアウトついてないんで微妙に下がるかどうか、あれなんだけど、あ、ごめんなさい。弦が違います。こちらいつものこのマーチンのね、定番の、これ使ってます。M の140。で、これは、工場で使ってるお試し用の弦、まだ使用弦なんで、ちょっと音色違っちゃってますけども、ごめんなさいね。一応音の方鳴らしておきます。いつものコード進行で、はい、こんな感じになりますね。まあ、定番のね、デザインっていうと、こちらのタイプになるんですけども、まあ、こういう皆さんね、若干あちらこちらとこう、ご自身の好みに応じてね、アレンジを加えて、お作りになるっていう方も結構いらっしゃいます。またいろんなパターン皆さんの方で、作ってみてください。よろしくお願いいたします。じゃあ今日どうもありがとうございました。